してないトライン、してないトライン、していないトラインとは2016年12月までドイツを中心にヨーロッパで運行されていた寝台列車であり、またそれを運営していた鉄道会社の名称である。略称は CNL1998 年末以降は列車の運行はドイツ鉄道グループのが行い、2010年に運行以外の事業も全て移管した。 さらに2013年9月には DB ファーンバーキアへ統合され運営されていた。2007年12月改正の夜行列車再編まではシティナイトラインと表記されていた。個室寝台車、簡易寝台車、クシェット車、食堂車等からなり、シティホテル並みの内装とサービスを提供する列車である。個室寝台車には個室内に洗面台のほかトイレシャワーも備える。 デックスと洗面台は、備えるが、シャワー等がなくより安価なエコノミー、運行開始時は、コンフォートがある。企業としてのシティナイトライン社の前身は1992年に、設立された、ドックホーテルズグエージー、ドックホテル列車株式会社である、ドイツ連邦鉄道、旧西ドイツ国鉄、1994年からは、ドイツ鉄道、オーストリア連邦鉄道、 オーストリア国鉄、スイス連邦鉄道、スイス国鉄の三社の出資で、本社はチューリッヒに置かれた。社名のドックとは、ドイツ、オーストリア、スイスの頭文字を合わせたものである。1995年5月28日のダイヤ改正から、それまでユーロナイトであった、ドナウクリール、ドーナウクリア、ケルン・ウィーンと、ウィーナー・ワルツァー、チューリッヒ・ウィーンの二往復が、 ドック車の運行するシティナイトラインとなった。この時のシティナイトラインは、個室寝台車とスリーペレットと呼ばれる、リクライニングシートを備えた座席車、食堂車のみの編成で、簡易寝台、クシェット車は連結されていなかった。同年9月24日には、コメット、コマット、チューリッヒハンブルクが加わり、その後もドイツとスイスを中心に、多くの国際夜行列車が、 シティナイトラインとなった。一方で、1996年にオーストリア連邦鉄道はドック社への出資を取りやめ、同年9月29日からウィーナー・ワルツァンはユーロナイトに戻った。1997年には社名をシティナイトライン CNL 株式会社に変更した。1999年にはスイス連邦鉄道も出資を取りやめたため、シティナイトライン社は、 ドイツ鉄道の100%誤解となった。ただし本社はチューリッヒに置かれたままであった。1999年から一部の列車にドイツ鉄道から購入した簡易信頼車が連結されるようになった。2001年からは荷物車に自転車を積み込むサービスを始めた。2002年にはオランダのアムステルダムへ乗り入れ、2006年には デンマークのコペンハーゲンへも乗り入れた。また2004年にはミュンヘンドレスデン間のオリオンが国内列車として初めてシティナイトラインとなっている。2007年12月9日のダイヤ改正から DB オートズグの運行をしていた夜行列車である DB ナハトツークと季節夜行列車のアーロブシックスプレスがシティナイトラインに統合された。これによりシティナイトラインの走る国は ドイツ、スイス、オーストリア、オランダ、デンマークに、フランス、ベルギー、イタリア、チェコを加えた9カ国となった。2008年12月ダイヤ改正で、いくつかのシティナイトラインが廃止され、また季節により、週3往復に減便されるものも現れた。この時、パリとドイツ各地を結んでいた列車が廃止、または経路を変更しため、ベルギーを通る列車がなくなった。 2009年、2010年の各12月のダイヤ改正でも列車の廃止や再開、経路変更が行われている。2009年にはドイツ国内の系統で用いられていたタルゴ客車、元はナハト通区の車両が他の客車を置き換えられた。2015年12月、シティナイトライン車は2016年12月をもって夜行列車事業から撤退し、 シティナイトラインは全廃された。なお、CNL が運行していた路線は再編され、オーストリア国鉄が BB ナイトジェットとして運行している。シティナイトラインに使用される客車は、個室寝台車、簡易寝台車、リージワガン、座席車、ルーゼッセル、食堂車に大別される。個室寝台車はすべて申請者だが、その他の形式については、予算の都合によりすべて、 ドイツ鉄道で余剰となっていた車両の改造車である。1995年の運行開始時に存在したのは個室寝台車と座席車、食堂車のみで、後に編成の中核を成すことになった簡易寝台車は後年になって増備されたものである。なお、新生客車については製造当初より最高速度時速 200km の性能を有しているが、以下、 突起のない限り新生児、改造車については改造当初の形式名を記載する。車両はいずれも前面が濃いブルーに塗装されており、黄色文字でしテナイトラインのロゴがレタリングされている。2007年12月における、ドイツ国内の夜行列車体系の再編に伴い、自由車の特徴であった A 文字のみの形式名は消滅した。車体塗装も、 DB なトツークと共通の赤白のツートーンカラーに順次変更売れた。つま面まで赤色が回る DB 車両に対し CNL 車両は窓回りのみ赤色となっているため区別がつく。2015年12月15日のダイヤ改正後の列車は以下の通りである。括弧内は繁忙期のみ延長。2014年12月15日のダイヤ改正では 以下の列車が廃止となったため、フランス及びデンマーク発着のシティナイトラインはすべて廃止となった。さらに2015年12月15日には、ミュンヘンベルリン間で運行されていたカペラが廃止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。